くさー行きましょ行きましょう皆さんいやーごめんなさいもういやーリポデー注入しないともう今日は絶対無理この人をねリポデーなしではリポデーとか言っていいのかなちょっとわかんないですけどなしではねもう絶対に負ける負け戦なのは間違いない人でございます今日は。 もうね全身全霊をかけていかせていただきたいと思いますついに出ましたあの人和田野ろみさんでございます <laughs> 唯一無二唯一無二来ましたよいやー和田野さん恐ろしい人ですよ和田野さん皆さん侮ってません和田のさんの子和田野さんのこと いやもう侮ってる人はいないと思うけどもねなんかねいて当たり前みたいな状態になってるけどそんなことないですからねそんなことないというか本当に恐ろしい人ですよこの人はいやーねあの他のね今までのプレゼンターの方々って何だろうなみんなどっちかっていうとこうなんだろう武将みたいな感じあるじゃないですかなんかこう古川です新潟の田中角栄です ジェフ・ニシーです。ジェフ・ニシーな <laughs> ニシ・ジェフィーか <laughs> もうよくわかんなくなってきた <laughs>。ジョセフ・アイユです。みたいな感じで <laughs> なんか、闇鍋サラダボールです。みたいな感じでな、たぶんね、あの人たちは今いるからゼス、今の時代だから、ゼスになってるだけであって、あのね、200年前に生まれてたら絶対どっかの武将になってるんですよ。そういう人たちが今のゼスの人たちなんですけど、この人に、ことこの人においては、 和和田田でです和田野ですもう焦点合ってないんですよ焦点合ってないというかもう,もう無あのねもう,もう何の変哲もない何の変哲もなくそしてあの話をさせていただいたんですけどもうね何ていうの驚くほどつまらないいや驚くほどつまらないって失礼だでも死ぬほど面白いもうね わわけがわからないんですよこの人の,あの人生人生というかなぜ今ゼスなのそしてなぜ今フィットネスインストラクターやってんのその答えは一応詰まってるんですけどまあ驚くほど普通普通の中に隠されてるその神秘性それが和田野さんなんですよ。もうね一言で言うと彼女はただ生きてるだけです。 ただ生きてるだけってみんなそういやそうなんですけど、特にただ生きてるだけ。それがゼスになるってどういうこと理解ができないんですよ、まだ僕自身も。まだね、こう咀嚼しきれてないんですよ。ちゃんと自分の中でこうね、あの、消化できてないんですよ。この、この驚くべき事実に。 いやーもうほんとねこういう方が出てくるとわけわかんなくなって駆け回されるんですけどあのー改めていやこの日本のジャパンのゼスのチームっていいなーって思うんすよねなんか例えて言うな何だろうな,な AKB なのか SMAP なのかわかんないですけど要はなんかみんなやっぱ違うんすよね武将ですみたいな感じなんすけど基本的には。ででももその中でもあのー AKB だろう SMAP だろうとねやっぱりあのみんなキムタクじゃないじゃないですかね全員がキムタクだったらねあの気持ち悪いっすよね気持ち悪いし多分うまくいかないっすよねなんか一瞬フィーバーして終わる芸人みたいになる。 可能性があるじゃないですかキムタクちょっとごめんなさい僕そういうところすごい疎いんでよく分かんないですけどもう全員がキムタクですキムタクですキムタクです状態だとやっぱ違うんですよなんかみんな色があってそれぞれ私は誰々が好き私は誰々が好きっていう状態だから成り立つなああいうのはまさにそれジャパンゼスとかプレゼンターチームまさにそれ の中でも異質の中の異質異彩を放つ中の異彩それが和田野さんですまったくのねもうねみんな古川さんだったら嫌でしょ <laughs> なんで古川さんに飛び火させるな <laughs> 古川さんでもいいよみんな古川さんいんないんだ大好きみんなベト考えてばみんなベトだったらゼスがみんなベトだったらこれ崩壊ですよこれはねこの世のこの世のというかズンバズンバ部門の崩壊ですよこれはみんなベトだったら あのベトは唯一無二なんですよそしてここにももう一人いた唯一無二そしてユイが独尊和田のひろみさんなんですよねもうねザ・ミステリアスこれ結構共感してくれる人多いんじゃないかなザ・ミステリアス謎多きい人もうね何考えてるか分からない人代表日本代表和田のひろみさん多分そう思う人多いんじゃねって僕は勝手に思うんですよね,もうねふわっと してるんですよふわだっとしててもうね「うん、もうもう和田のです」じゃないですけどもうね,あのね多分もうど,どっから来たかわかんない状態なんですこの人どこからいきなり多分あのね「ターミネーター」「ターミネーター」じゃなかったかなあれなんかいきなりこのように生を受けるなんかあるじゃないですかビューンって生を受けるなんかそんな感じなんですよ僕の中では。 なんかこう、ね、あのーまあとであれなんですけどこう,こういう家庭でこういう生まれでこういうのがあると思うんですよあると思うんです和田野さんにももちろんあるあの生息は京都にしてるんですよ京都に生息はしてるんで一応あると思うんですけどなんかもういきなり多分このように生を受けた謎の物体なんですよ謎の生命体が和田野さんなんですよでだからこそみんな何を考えてるかわかんないんですよで実際何を考えてるかここを紐解こうと思うんですね ここを紐解いていこうと思うんですけど答えを言います本当に何も考えてない本当に何も考えてなかったそんなオチあるそんな人いる生命体なんですよ本当に何も考えてないんですよこれ僕本気で言ってますから、ね、いや考えてるさ、て言うても考えてるでしょっていうところあると思うんですけど いやあるよ多分あるよ考えてないことは絶対ないけど多分本当に何も考えてないいや言うてもギャップでしょそういう風にみんなの前では見えてても実はいろいろ考えてる人なんでしょ違う家の中でも外でも何も変わらないどこに行っても変わらない常に何も考えていないって言ったらねもう超失礼なこと言ってるような気がするんですけどこれめっちゃねポジティブな感じになっていくんですよこっからこのストーリーは。 どういうことかっていうとあのね誰と比べて頭の回転がゆっくりなのか僕にはよく分からないんですけれどもあのー、なんかね分か,分かるなというかあのミーティングとかあるじゃないですかミーティングとかあって「まあ、This ミーティングです」とか、まあ「なんとかミーティングです」とか、まあ、そこまでオフィシャルじゃなくてもなんかちょっとしたこうなんか集まりですみたいな。その時ねふと和田野さんを がどういう状態かをがみんな気づく状態状況があるんですねふと和田野さんを見るとスリーピング状態眠っておられる <laughs> ミーティング中にこれはなぜかというといやミーティングが嫌だとかそういうそういう気持ちも一切ないんですよそんな人じゃないんです真面目なんですよ 頭の回転がゆっくりでこう気がついたらミーティングが終わってる状態なんですよ。お前は何を喋ってんだ今日お前は何を喋ってんだって思うんですけどそう寝るんですよとりあえずミーティング中にいやそれ失礼なだからもう普通ミーティング中寝るってなんかこう「いや何してんねん」って「寝るなよ」というかところもあると思うんですけどもうそういう息じゃないんですよねもう他の全員も僕も含めてどうぞとどうぞというかもうそれが。 和田野さんんにとってのののミーティングの参加の仕方なんですよだから頭のめっゆっくり物事を考えてるっていうあそれは大事じゃないですか何を生き急いでんねんと人間たちよとそういう感じなんですよ和田野さんたちがすると人間よ生き急くなお前らもっとねゆっくり行けという状態なんですよねもう恐ろしいですよ和田野さん本当恐ろしい人ですよ見かけ見かけで騙されたらあかん というか見かけそのまんまの人だから騙されるもう何もない状態なんですけれどもただまあ意見はもちろんあるんですよそうそれはそうですよね生命体である限り意見はあるしそれを言うこともあるんですよだからそのそのギャップは確かにあるんですよ寝てていきなり「いやそれはこうやってちゃんとやった方がいいと思います」みたいなこう切れる瞬間があるんですねピーンとそれがまたねなんかね なんだろうな、突如来るから他のみんなはいきなりこうなんか刺される状態みたいな。いきなり背後から刺されるみたいな、そういう状態になるから、いやでも確かにみたいな。でも言った瞬間にまたボーッとしてるんですよ。だからね、もうね、ついていけないのはこっちなんですよ。ついてきてないように見えるけど、それが和田野さんなんですよね。で、どう、それが何どうなると。どうやってゼスになると。の前にね、2 0 0 23年今一月あ2月二月時点御年58歳でございます年齢とかあったんだ和田野さんに和田野さんに年齢あったんだしかも58歳なのーってもう僕はねダブルパンチ58歳嘘でしょ 僕ね何度もこの中で z ゼスとかプレゼンターの人とかズンバのインストラクターの人とかフィットネスインストラクターの人たちは年齢詐称だと年齢詐欺だということを言ってきたんですけれどももう,もうかなりそれのトップランカーですよ58歳どうすればああいう58歳になれるの来ました高齢の若さの秘密秘訣何してんすかどうすればそんな風になれるんですか知ってる僕らは知ってる和田野さんって結構化粧品とかそういうの好きなんですよ もうとりあえずどっかホテル行ったらもうね化粧品がずらーっと並んでて鏡が3枚ぐらい立ってるみたいな状態らしいんですね嘘かまことかは知らないです僕はわかんないですけど噂では耳に入った噂ではそうですどういうこととホテルのホテルの鏡使えよう状態なんですけどとりあえずそういうのがあってそれでは知ってるんだけれどもでもじゃないですかお化粧ぐらい普通する普通ねするそれ以外は何 なな何も考えない何も考えない言っちゃおしまいでしょうもうさ若さの秘訣をさせっかく聞いてんのに何も考えないって言ったらもうおしまいでしょでもいたいた確かに今までのプレゼンターでもいた酒飲んで寝るとかもうもうねもうもうねもうトドの妻にそれを言ったらおしまいの状態のねここ答えを言ってくる人いる それを本当にそう言ってる人それが和田野さんですだからもうそれがもうそうだと思いましょう何も考えない嘘でしょってなんか考えようぜって <laughs> 状態なんですけどはいもうね自分のね、うん、はい祖先先祖もう僕の一番勝手に気になってるところ知らない知らないそりゃそうだよターミネーターのようにねいきなりフュフってこの地球上に現れたんだよ 和田野さんんはそういうい存在なんだよだからもうねもうね、えー、あの京都に住んでるは住んでるんだよ一応京都には住んでるんだよでもあのそれでねあのお父様お母様とかもあの聞きました聞きましたけどもうそういう話じゃないんですよもうそういうことを話すこと自体ちゃんちゃらおかしいんですよこの,のこの方のこの方のこの紹介編は。 もう、ね、いやいやお父さんがなんか横須賀出身でそれで茅ヶ崎のなんかチャラ男だったりなんかそういう状態はあるんですよね。でお母さんはその,人そのお父さんがその転勤で京都に行った時にナンパされて結婚してとかそういうのはあ,あるんですよ一応そのストーリー的にはでも「古事記」みたいな感じなんですよそこは。古事記とかもね本当にあるかどうかっていうのはま,あ、また別の話じゃないですか。でも ね、その時の神様がいて今のこうね天皇様がいてこう僕らに繋がってるみたいな話がある和田野さんの場合はその湘南の茅ヶ崎のチャラ男はそういう状態なんですよもうねそこを話してたらねこの人がねこの人じゃなくなってしまう気がして僕あえてここはもう,もう今日はすっ飛ばしますあの今の情報だけが「古事記の」の伝説としてあるということでいいと思います あのしかも特筆すべき点はやっぱりないので別にすないんですよ普通なんですよどう育てられたかに関してももう和田野さんに関しては普通に育てられたとしか言いようがないんですよ、まあ、ご本人曰くおそらく厳しく育てられてたように見える見えるって何やねん見 <laughs> どこから自分を見ているんだ状態もうねだから、ねまあ、でも厳しくね58歳ですから人間だと仮定するともう昭和ちゃきちゃきの厳しい教育を受けてきたんだと思いますでまあそんな、あのーね、新たな生命体がこう幼稚園とか小学校に入っていきます小学校とか入っていってねもう最初は引っ込み思案なんですよ。それはそりううですよねねいきななこう、ね、みんなと のの集団生活を強いられるわけなんであの <laughs> 僕和田さんが何の手で喋ってるかちょっとこれちょっとねあの失礼すぎたら本当に申し訳ありませんなんですけれども引っ込み事案だったらしいんですよね引っ込み事案のねくらそうなのとどっちかというとこうホワッとしてなんかふんわりみんなんかいろんなのに溶け込んでるのかなと思ったらまあ違うととにかく引っ込み事案でネくらで が幼稚園。もうとりあえずそれだけで過ごすのが幼稚園時代。で、小学校に行きますよね。で、小学校になると、きっかけは特になく活発になる。木を登り始めたりする。きっかけは特になる。という状態になります。そして運動神経とかも別にいいわけじゃないんですよね。特段 <laughs>、悪くもないだろうけど、別によくない。うん。 木に登ったりしてるだけでねじゃだからもういやなんかないのともうここまで何もないもう何かもう,こう,だろう無の状態でこう来てるんですよね今までここまで無ですここまで無で今の現在50音年のところまでも無で来てるんですけれどもそれがいやそんなはずないでしょと思ってまあ聞くんですよねいやど,うどんなキャラだったんですかって小学校の時とか。 でねあのこれみんなにも聞いてるんですけどあのどんなキャラだったですか、まあ、リーダー的存在だったりあとはまあリーダーではないけどなんかムードメーカーだったりみたいなとかいやまあ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 普通ですよみたいな感じだったりね、まあ、結構謙遜されたりすることとかもあるんですよねそりゃそうじゃないですか自分はねもうすっごい人気のものでなんとかっていう状態じゃないじゃないですか普通はお聞きしたんですよ和田野さんに。 どんな感じだったんすかクラスの中でクラスのアイドル的存在でしたマジかアイドル来たアイドルっすかいや分かる分からんそ,のそれが理解できないとかじゃないいやそうなんだよそうそうなのすごいわかるだって素敵じゃないですか和田のさんね可愛いんですよ可愛いいから分かるんですよ分かるんだけど 普通にクラスのアイドル的存在できてたマジかそうやって嫌みなく言える存在になりてーだからねみんなから愛されてたんですよみんなから愛されててだからね和田さんってね可愛かったんですよすっごい。 いや可愛かったんですよっていうのも,もう失礼だからなんか今日やばいな今日のやばい気がするしかもなんか可愛かったんだよなんてそんなねびっくりして言うことでもないし何かすごい愛かったみたいなこと言うのも失礼すぎてなんか,なんか違うんだけどかただ過去形になってるだけですよこの言葉が可愛か可愛かったんですよ小学生の時だからクラスのアイドル的存在だったんですよであおマジかアイドルですかえじゃあもう,もうそれはモテ,モテましたかねって さずモテたんでしょうかっていう感じで言ったらねはいモテました <laughs> 初めて来たついに苦節1年苦節1年苦節10何人いや10何人 ?20 何人わからない10何人かな苦節1年でついにモテたというやつが現れました しかも一,一番じゃ一番とか言ったらまた怒られるけど和田野さんでした言ってくれたのがモテましたもう非常に表になったんですよそりゃそうっすよねクラスのアイドルだからモテるんですよいやでもわかるなんか好きになっちゃうんですよね和田野さんのこと僕男子だからわかるわかるの やっぱりね何て言うんだろうなこう身近にこう感じるし壁を作らない感じがあるし全然こうツンって全然する感じはないからもうなんかいけるんじゃねえかって可愛い,いけどなんかこっち向いてくれてるんじゃねえかってあの笑顔でねこうふんってやってくれたら好きになっちゃうんですよ分かるんですよだからねもうモテましたということであその方ですかという感じだったんですけれどもあのでもなんだろうなモテたんだけど。 <笑><笑>その最初のね方にも言ったけどこう言うんすよ言うことは言うんすよだから超ピュアなんですよあの何て言うんだろうな全く流されないタイプだからあのこうお付き合いするじゃないですかお付き合いとかしてまあ実際デートとかしてねそういう風にうことするとあの和田さんは忖度とかしないんですよね言うことを言うんすよただ ただただこう,こう降りてきたことを言うんですよ。だからそれがたまにぐさっと突き刺さってあの <laughs> そのギャップそっちのギャップですみんな去っていくというそういうモテ方なんですよね。だからまずはモテる。かわいいらしい素敵いアイドルで「コクる」「オッケーもらう」 っってなった後にグサッとねあのねもう心臓ひとつきぐさがあるんですよ何を言うのか分かんない全然どうもう僕は想像ができない何なの何々君ってイケメンだけどさちょっと臭いよねとかなのかもすら分からないわ <laughs> 分からないけどその服ダサえみたいな <laughs> 感じでもうね一発のそのパンチ力が強いんですよ普段がもう アイドルでこうもう何にもない状態だからこそだからなん何人でたとジャイアンなのかなジャイアン理論なのかえそうなのかいやジャイアンってドラえもんのジャイアンですよなんか普段はガキ大将みたいな感じでこう自分のやりたい放題やってるけどたまにいいことをするからなんかジャイアンっていいやつだったんだみたいな感じになることあるじゃないですかあれの逆あれの逆だと良くないの なんか普段はいいことやってるけどさたまにぐさっと刺すみたいな <laughs> だからこいつみたいないそういう話なのかな分かんないけどそういうなんか面白いギャップの持ち主ですでもそれはただただぶれないだけなんですよ自分の価値観が。その人のあの人あ で別にその人をどうしようとかじゃなくてその人を思ってもあるだろうし思わないでただ思ったことを言うっていうことだと思うんですけれどもとにかく付き合ったらその,人差しですべその人差しで彼氏は死んで去っていくというそういう状態の持て方になっておりますだからねもうすごいですよねなんか今までもブレないとかそういう人たち大勢いらっしゃいましたでもこの方は本当に天性のブレなさなんだろうな努力とか知ってないと思いますそういうことにおいて。 でまあ、小,学校小学校の話ですよね、はい、で習い事だからこの人に関して習い事とかいう話すらもちゃんちゃらおかしいんですよ。おかしいんだけど伝えますね。とりあえず習字そろばんやってました。習字そろばん。やってたけどドロップアウト。はい。合いませんでした。あそっかと。何ぞやってたのねそういうやめ。ただやめたのね。はいわかりました。得たものは特に何もない。そして一応この方の中での一番の。 物を習い事人生においての習い事が始まりますそれがクラシックバレエクラシックバレエなんですよねやってたんですよまあフィットネスとつながる、うん、やっぱね体を動かすっていうところではすごいつながるじゃないですかそれをね小学校3年生から高校3年生まで続けたと。 いうところなんですよねでまあそれもでもとりあえずそんな大きな意味はなくとりあえず友達の影響であの始めたという自分からやりたいとかあれが素敵だからやりたいとかそういう自分からのこういうのってないんですよねこういう,こうなんとかっていう主張は特にないんですよ。ないけどとりあえずレールに乗っかっていきますとにかくただただその場のレールに乗っかっていきます。であの 他の習ごとはもう全てドロップアウトしてそれの慣れの果てがクラシックバレエになりますでその時のあのえっとあだ名ニックネームみんなから呼ばれてのは和田ちゃん、まあ、和田ちゃんもはや違う名前じゃねえかと和,和,そ和田のさんまで言ってあげてって思ったんですけどさらにそれが進化をしてなんか気づいたらしいんですよね途中でどっかで何に気づいたかっていうと 私お尻おっきくねって <laughs> 気づいた何かに気づいた状態のところで他の人も気づいたらしいんですよねそれでまさかのあだ名は「おけつ」「おけつ」いやどうなんすかそのあだ名といくら昭和とはいえねどうなんすかと。 ま、でもご本人的にはもう「まあいっか」みたいな「<laughs> 事実だし」みたいな「す <laughs> すぎるそのマインド素敵すぎるください」その心の広さを僕にもうねちょっとずつ分けてほしいその心の広さとあのマインド思考でまあねズンバでいろんな人にね世界中のいろんな人に会ってきたけど確かにお尻おっきい人多いんですよ。 お尻大きい人ねズンバ素敵なんですよねいやだからもうなんかズンバ体型って言うんですか和田野さんいいなって思いますよその特性もはいでそんな小学校そんな小学校生活をしていきますアイドルアイドルですよそこを忘れないでくださいねアイドルですで中学校に入っていきますで中学校で何が起きていくかっていうのは、ね、特に何が起きるかというと特にこの人の生活に変化は何も起きませんはい あの結局今の今まで変化は特に何も起きませんあの心的にはいろいろ状況は変わっているけどこの方に何も変化は起きないそれ中学校も同じ何の個性も特性もない人和田のヒロミで中学校行きますなんだよ何の特性も個性もな、ね、い僕からしたらもうすでにすげえ特性だらけなんですけれどもで部活もしない 中学校ってなんか,なんかみんな部活、ね、入っててなんか少数派の部活入ってない人が帰宅部とか呼ばれたりしてる感覚があるんですけど部活はしないただその代わりやばいバレエはすっげえしっかりやるんですよね毎日ぐらいな感じでバレエの教室が入ってるんですよでバレエはしっかりやるでそのバレエが面白くてなんか結構ねガチなバレエだったらしいんですよねだったからでなんかこうもう,こうお客さんがそのチケットを 買って、その人たちのバレエを見に行くっていう。まあ、プロというか、プロのプロかは分かんないですけど、一応そういうあのー、披露会みたいのがあって、そこではもうお客さんがそのチケットを買って、そのバレエを見るっていうぐらいのバレエの、あのー、バレエ団に所属をされていたっていうことなんですね。だからで、それがお仕組みが面白くて、なんかチケットもちょっとは自分たちで、あのー。 っっていいう仕組みがあったらしいんですねあなんかす,すごいなと思って僕、ね、やっぱり自分たちがやるもんだから自分たちがこうねチケットを売って少しはでそれで来てくださいっていう言われると気持ちが入るじゃないですかやっぱりそのショーとかそのねパフォーマンスにもだからすげえいい仕組みだなと思って。 だから和田さんんも、ね、自分でででそのチケットをこういいらしいんですよで知り合いの方とかあのお母さんの友達とかそういう方にこうチケットをねこう売ってたらしいんですよねいやだからそれってすごい集客じゃないですか集客っていうかもう今のねあのインストラクター業とかにもねなんかすっげえヒントありそうと思ったんですよそれ小学校の時からもうそういうことやってたんだだからねこうやって成功されるインストラクターさんになれたのかなと思ってあそれどうやってやってたんですかって言ったら「 まあただただこう「よかったら来てくださいね」って言ってやってたっていう普通何の工夫もない,いや何の工夫もないか分かんないですけど全然全然大変それ,それでいけそれで成立してたからいい,いいもうそれで OK なんですけどなんかよかったら来てねっていうなんか技コツみたいのがあると思ったけど特になかった。であのまあ で、バレー自体は高三までやるんで、あの、もうそう、すごくこう、大好きで、あの、すっげー入れ込んでやってたんじゃないかなって思ったんですね。でも聞いたら、まあ、バレーはおそらく好きだったんじゃないかなという程度です。 おそらく好きだったったてあの自分のことを言う時におそらく好きだったっていうのがなんか僕新鮮で「<laughs> そうなんだと」と「そんなになんですね」みたいな感じで言ったらその毎日の稽古も、うん、別に楽しみにしてたわけではない。<laughs> でも嫌だったら嫌だったらやめてたはずだからまあ多分好きだったんだよねぐらいの話です。 <laughs> だ,か<ら>ね <laughs> だからもしあの友達とね遊ぶ約束とかあとは彼氏これ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 彼氏ができた <laughs> 彼氏となんかデートみたいなのがあったらもちろんそっち優先でそあのバレエはサボるみたいな親には内緒でサボるみたいなそれで怒られるみたいなだからねもうねめっちゃ頑張ってたのかやっぱり。 やっぱり和田野さんの裏にはそういうバレエの努力もうめっちゃ努力があったのかっていうストーリーなのかと見せかけ適当適当じゃないと思います <laughs> 適当にやってたとはイコールじゃないと思うんですけどあの結構ニヤリーイコール状態だと思いますあのそうなそっち優先しちゃ遊びとか優先するんやみたいな、えー、でやってくうちにあのもう自分にはねその バレエとかやっぱねそういうものは自分には持って生まれた資質がないことを悟りより適当になっていくという状態になります <laughs> なんかバレエをねすっげー一生懸命やってたから今があるとかいう話いや実際はそうなのかもしれないよ実際はそうなのかもしれないですがご本人の意識としてはそうではないんですよでそんな適当になった和田のさん 高校に行きます高校は女子校なんですけどねだからアイドルがどうなったかは分かんないですけどモテは継続しますで適当にアナウンスクはなんですけどバレエはやめないんですよバレエはやめない多分好きだったからやめないであのだからどんなバレエよとバレエクラシックバレエであのなんかこうな,なんだろうなあの白鳥の湖白鳥の湖とかをやっぱりやってたらしいんですよねあの

それをやるときとかってなんかこうやっぱフォーメーションがあるらしいんですね。要はレギュラーみたいなもんですよ。もうもう主役がいてそのね準主役みたいなのがが二人いてそのさらに下に四人ぐらいいて三、えー、人かなで四人いて最後こう十二人みたいな要は。 あのバックダンサーともと言えるのかよくわかんないですけど、まあ、そういう、まあ、合計だから何20人弱ぐらいの、まあ、そういうフォーメーションがあるらしいんですねだからトップはそのメインの主役で準主役はその3人ぐらいのやつでさらにその4人がいて12人がいるみたいなで和田さんはその12人には入ってるらしいんですよで12人には入るんですけれどもまあ要はレギュラーなんですよね うん、レギュラーにはなるんですよでもたまにはみ出るだからもちろんエースとかではないしあれなんだけどレギュラーになること自体はすごいんですけれどもあのでもたまにはみ出るだからレギュラー争い補欠とレギュラー争いの中間ぐらいにいらっしゃいますだからそれでいやーそういうとこってこうバチバチじゃないですか多分ね私が出るのか誰が出るのかもうこうねこうお互いのつばぜり合いみたいなのがこうあると思うんですよね でも和田野さんにはそういう意識は全くない負けず嫌い的な性格とはねもうほど遠いんですよそういう感覚はないんですよはみ出たらレギュラー落ちしましたはみ出たらもう心から「みんな頑張れーうわす素敵ーみんな頑張って!」っていう感じなんですよいやだからすごいなーと思って。 それでレギュラーになったらなったで自分の持ち前持ち分を本気でやるっていうだからね何て言うんだろうななんかその人間のその欲というかなんかそのあれをそぎ落としてもう悟りを開いた状態なのが和田野さんなんですよねだからこそ一緒にいてすごい何て言うんですかねその安心するっていうかなんかこうもう一瞬であっ なんかもう大丈夫な方だなっていうのがあるのはそういうこ,うことなのかななんかこう競わないというかなんかねみんなも立てるし自分も番が来たら自分は自分で頑張ってるっていうその姿を見せるっていうところもあるからもうそういうねなんかもう生まれ持ったもんがあるんですよねで高校生なんですけどそれがキャラは何も変わらず何の個性も特性もないあの一女学生としてあの生涯生涯じゃねえなあの高校生活をお送りします。 怒られることもなければ、まあ、褒められることもないと褒められることがないか分かんないですけど、まあ、そういうことでたまにねなんかそういう感じだからなんかヤンキーとかに何かね絡まれることがあるらしいんですよこいつなんやねんとこいつ何をしてんやと何だこいつのこの感じみたいな感じで絡まれるらしいんですね女ヤンキーに女ヤンキーにイチャモンつけられるらしいんですよでもマイペース絶対ブレないですよでヤンキー来たらねこう こうねこ怖いじゃないですか僕だったら怖いですよ怖いからなんかすんまへんすんまへんって言ってペコペコしてわかりましたみたいな感じで僕だったらやってしまう可能性があるでも和田野さんはそうじゃないおいなんやみたいな感じで来てもうあの和田野さんは白鳥の湖なんですよ変わらない ごめんなさいね。この音楽が白鳥の湖じゃなかったら本当に申し訳ないです。でもあの多分ヤンキーに茶もんつけられてる時も和田のさんはこれなんですよ。もうこの状態なんですよ。だからもうね <laughs>。 じゃもうほんまムカつくわこいつもう話にならんわもう勝手にせやみたいな感じでもうそういう感じでヤンキーが去るみたいいななそうう状態んですよだからもうね多分ミーティングの時の和田野さんもそう基本トゥ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 っていう状態がもう常日頃の和田野さんそれが周りがどんな切羽詰まった状況になろうとそれ だから自分を崩さないでいででけるんですよもうこれはね最ある意味最強のあの本当にごめんなさい本当にそういう感じかは分かんないですよでも絶対自分を崩さないねへあのごますったりしないそういう声相手が来たりしても素晴らしい素敵ですよねで勉強はしたかとはしませんもうしないんですもうね今までの人には僕は怒ってきましたししろろよとと勉強はしろとあの しないんだよそれでいいと思ったんですよ僕初めて和田野さんの時にできもしないんですよできもしないじゃないしないんだよでその高校がなんか3分の1になんか成績優秀者はそのままそこがつながってるあの,あの短大なのかな短大にこうあのいけるっていうあのシステムだったらしいんですけども、まあ、それを3年生で気づいて3年生で気づいたのか分かんない3年生で気づいてそれで。 そう生まれて初めてそこで勉強したんですよ高校3年生でそれでしたら結構できてっていう状態なんですけど、あのー、楽しくなってきてそれでバレエもやめたんですよ <laughs> どういうこと <laughs> そうだから初めて勉強したら結構楽しくてバレエをやめたもうお母さんびっくりなんですよねえっヒロミバレエや,やめたの あもう気が済んだ気が済んだ気が済んだのうんもういいかなそんなもんなの小学校3年から高校3年生までやってたバレエそんなもんなのって僕は思いました僕は思いましたけれどもとりあえず勉強してみたら結構楽しくてそっちで行ったとでもねあの もう時すでに遅しななんですよなんでですかっていうとその高校生3年間の全体の成績のあれであのその短大に進めるかどうかっていうあれなんでいくら3年生の時の何学期からの成績が良くてもその短大には絶対進めなかったんですよだからもう時すでに遅しだったんだけどそこで勉強もできることに気づくという状態でやればできる子状態だったんですよっていうか勉強し,てな,しなかっただけそこで初めてしたっていう状態で あのその3分の1の推薦でエスカレーターで行くのには入れませんでしたでもそこで勉強ができるっていうことに気づいてもう猛追をしてそこで試験で普通に短大に入ると試験に合格してどういうこと高校3年生までな勉強しないでいきなりそこで勉強してそれでいきなり試験に受かる人いるって僕は思ったんですけどそういう状態になっちゃうんです,それで入ります短大に まあその短大もね何の特徴もない短大らしいんですよなんかあったはずなんですよけど何の変哲もない短大何の特徴もない短大に何の特徴もない和田野さんが入っていきますれ何もしない何もしない短大生活もうねなんとなく学校に行ってなんとなく友達と遊ぶっていう日々を過ごしますそして遊びもねまあ今までの武将たちはまあ豪快な遊びをしてきましたよ お前何歳だよ状態のお前ほんとそれやっていいのかよ状態の遊びをやってました今までの人たちはねそれが何か分かりませんがそんな遊びやってました違う和田野さんは買い物に行ったりカフェに行ったりそういう風にして遊んでた何の変哲もないなんか変哲をくれ変哲をくれ変哲ってそういう風に使う言葉が分からないけど何かの変哲はないのか バイトししてましたよってお来たバイトおやってたバイトおおお何してたのなんだ何近くにな何とか映画村っていうのがあったらしいんですねでその何とか映画村っていうなななんか、ね、そ観光地があったらしいんですよで観光地でなんかお土産の売り子をしてたりお土産を売ってる人だったりまた、あ、カフェの店員さんだったりまあなんかそういうバイトそこから得たものは特になかったという。 バイトもダメだったか何をもってしても彼女を変えることはできないんだよそりゃズンバも一緒なんですよこの後も出てくるけどねフィットネスとかズンバとかまだ何も出てきてないですからねここまででそのねバイトを始めた理由も特にないんだよなんでそのバイトをしたかっていう特にないんだよ友達かなんかの紹介だったんだよ多分だからね和田のさんに理由とかそういう何かを聞いちゃダメなんだよ 何もないんだもんあるものに対応してるだけなんだよ多分いやそこまでかは分かんないですよでも多分そんな感じなんだよでそんな感じで何もせず短大を終了しますそして社会人に入っていきますどうなるのこの人の人生これからいつどうなってゼスになるのゼス要素皆無ズンバ要素皆無とりあえず戦意 繊維ですね、あのなんかこう記事とかそういうの繊維の会社に就職が決まりますなんで繊維なんその会社なんですか聞いた理由はなんとなくそこに就職しましただからダメなんだよ聞くなよ俺何で今聞いた理由をダメって言ってるやんそういう理由とか何でとかですよそういうの求めちゃダメなんだよ 和田野さんに、うん、でそもそも聞いたらそもそも3つしか受けてなかったらしいんだよ会社をで1つは京セラ1つ,は1つは金融会社そしてそのもう1つが繊維出てきたここで突,然突如出てきたビッグネーム京セラそして金融稲森さん稲森さんとかそういう話じゃないんです京セラとりあえずなんかネームバリューがあるから受けてみたけど。 強制だと金融は落ちたから繊維,の繊維だけ受かったから繊維に行きましたいやそれ繊維も落ちてたら何をしてたんだどう思ってたどう考えてたんだろうってすごい思うんですけどまあんとかなるかなっていう状態で感覚だったんでそうなんですよねで繊維だけ受かったから繊維の会社に行ったんですよで2つ落ちたから唯一受かった繊維のところに行くと会社に行って OL さんをやるとでそこに何をしてたかっていうと受付嬢受付嬢なんですよねだからアイドルはまだ引きずってんすよ 引きずってるっていうかね、今もアイドルなんですけど、あの引きずってんすよね。受付でね、もうニコニコしてモテモテなんすよ。それをやってたけど、特に楽しくはなかった。何も楽しくはなかった。その社会人最初の一歩目から得るものは何もなかった。そういう状態です。もうね、マジでこっからどうやってゼスになるんだよ。早くズンバの話してくれよ。もう誰か教えてくれよ。どうやって行くんだよ。もうね、俺が言うよ。僕が言うよ。 でも大したストーリーはないんだよ。申し訳ないけど。作ることもできないんだよ。嘘はつけないんだよ。でもそれがいいんだよ。和田さんの場合は。そういう人がいたっていいじゃないか。どういうことかっていうと、こっからね、フィットネスと出会うんですよ。その出会い方も普通。もう普通としか言いようがない。その会社で2年だけ勤めます。2年だけ勤めて、 やめるんですよね辞めた理由それはフィットネスに出会ったからなんですよついに来た理由あったやっとあった理由理由がやっとあったんですよフィットネスそれがフィットネスだったんですよ、まあ、なんとなくね人生に目的がなかったんですよそうなんですよ目的とかそういう話じゃないんですよ和田さんの場合は人ただ生きてるっていうもう動物のそもそもしなきゃいけないことをただひたすらやってる状態なんでそれに フィットネスがついに一歩足を踏み入れてきたんですよその動物に。<laughs> 失礼だな本当に失礼最低だなそれでなんかエアロビクスっていう名前を聞いたらしいんですねその OL さん時代に流行ってた流行り始めた時だったんですよエアロビクスが。でそのエアロビクスっていうのの名前をなんか聞くから。 まあなんかねなんか無料体験かなんか分かんないけどそういうのでねなんか友達のなんか紹介っていうか誘いで行ってみたんですよでエアロビクスを受けてみたでそっからねもうそっから一気に人生が変わってなんかこうついに出会ったみたいな感じだと思ったら違うもうここまで来たらそりゃそうですよね違うそういう感じじゃないやってみたエアロビクスやってみたしんどいなしんどい。 疲れた <laughs> まあでも多分楽しかった多分ってなんやねん多分楽しい全然どハマりはしないんですよどハマりはしないんだけど週1でやるんですよ週1でやるだから別にどハマりじゃないけど一応なんかやってみるんですよねでそんな今夜である日そのインストラクターさんからなんかインストラクターになってみないっていうお声をかけてもらうんですよね で和田野さんは「はぁと」と晴天の霹靂なんですよそんなことができるんだへえー、びっくりーっていう程度ですでもなんか声をかけられるからだからとりあえずやってみるんですよね養成コースに入るんですよでその入った養成コースが結構ガチムチのところでそのなんか先生がねオリンピック選手だったりとかそういう状況の中にいきなり飛び込んでいくんですよでそれでその養成コースを卒業し インストラクターにななろううううっっって思ってて思会社を辞めるっていうそういそう状況なんですよねだから普通といえば普通なんだけどその中に中身があると言いやいや中身はあるんだけどなんかとりあえず乗ってってるだけなんですよ。なってみないうんそうそうなんだよなってみよう。えー、の養成コースがあるんだよへえ入ってみよう。 行ったら「うわすごい先生なんだでもうんそうなんだへえ気づいたらインストラクターになってましたそういう状態ですねそれでとりあえずインストラクターになってスフィットネスをやるからやめよう会社やめようはいやめた」っていうのがインストラクターになった経緯なんですよねであのまあ半年ぐらい下積みをするんですねでそのね下積みっていうのがねすごいんですよあのまあフリーランスなんですよ 形態的にはフリーランスなんですけれどもその養成コースのところの先生のが斡旋してる先でクラスを持つっていう状態なんですねだからえそれフリーランスと言ってもそあそういう感じって感じだったんです僕からするとで今もそういうとこもあるかもしれないしあると思うんですけれども何だろうなあのすごいんですよやばいんですよあの要はまず 給料その時の給料、報酬、その先生の会社からなのかなから振り込まれるんですよ、自分に。その給料、1本、1500円。1500円。ほとんどのクラスは、交通費の方が高いんですよ。<laughs> 交通費の方が高いという状態で、クラスをやるん、や、やるんですよ。 でそれがある日ね1,500円じゃないですかある日なんかクラブさんからなんかその先生に渡しといてなのか分かんないですけどそういう請求書だかそのねあの領収書だかちょっと分かんないですけどなんかそういうのを渡せる子ど渡しといてみたいな感じでもらったらしいんですねでそれを家に帰ってこっそりこう見たらしいんですよそしたら自分のクラスのやつですよそしたら1万5,000円って書いてあって「ワオワオ !1 万5,000円?」 で、私が受け取ってんの1500円ほうあそういう状況かと先生9割持ってってたという状態でもねこれ詐欺でもなんでもないんですよいや,あのいや詐欺といえば詐欺なんですかも分かんないけどあの,あの気付いたらこのスーパーウルトラ詐欺詐欺商売の歯車になってたっていう状態だったのか分かんないですけどまあでも得てしてあることなんですよ 9割ってすげえなって感じなんですけど得てしてあることらしいんですね要はその時代的にはまだイントラもかあのあの駆け出しでしょとだからこう経験を積ませてあげるからとりあえずっていう感じででも生活できてまへんがなと交通費能が高いんだよ先生だけが儲かる最強の歯車の一つになってた状態なんですねその下積み時代っていうのがで あのまあもうちょっと欲しいよねっていう状態であのちょっとおかしいぞっていうことにそ,れをそういうのをきっかけで気づいていくらしいんですね。でそれでまあ2年ぐらいそこでやってあのなんか新しいスポーツクラブの求人を見てそっちに応募したらそっちが受かったからそっちに入ったということ乗り換えた。2年長くないその下積み。 その歯車状態の2年長くないいや半年とかならわかるよなんか最初もうが,、ね、がむしゃらでやっていてそれでなんかそのワーオーがあってそれでなんかそういう半年ぐらいだったんだね2年間それで何とマイナスなんだよ2年間ずっとマイナスでどうやって生きてたか状態なんだででマイナスでねずっと行っててまあでもそうやってスポーツクラブに行ってあのー、ねち、あのー、そっちのスポーツクラブでクラスを持ち始めるっていう状態になったと。 よかったーっていいいいいう状態ななんでですすけど、まあね、それがといいとか悪いとか悪じゃないですよただ僕が客観的に聞いたらすごい勝ったからそういう、ね、状態の下積み状態だったんですよねでそっからも継続してエアロビクスのクラスをやっていきます超人気インストラクターでもなければ集客が悪いインストラクターでもないその集客にもまあ小さな波はこうありつつも、まあ、うねうねとやっていくという状態です 普通なんですその時にある時にねそのなんか外部の外部のなんかそういうインストラクターさん向けのワークショップとかそういうスキルアップ講座とかそういうものを受けるのに会社がそれを払ってくれるっていう仕組みがあるっていうことに,に気づくんですよね。で「おそれめっちゃいいじゃん」みたいな「会社が出してくれるんだラッキー」みたいな感じであのいやもうその時のね衝撃たるやすごいと思いますよ僕は。 あのだってそれまではマイナスでクラスやってたわけですからねそれがその会社に入ったら今度は会社がお金を出してくれるっていう状態だったから和田野さん的にはすげえことだったと思うんですよでそれはすげえじゃんっていうことでね、あのー、そういうワークショップを受けまくるんですよで初めてその京都からその東京とかに行っていろんな外の世界を見るんですねでそこで初めて「わインストラクターさんってすげえかっこいい!」って。 めっちゃキラキラしてるっていう風に思ったらしいんですねはいついにここで心が動いたんですよその中でやってたものが外の世界を見てついにあインストラクターさんってかっこいいんだっていうところで心が動いたんですよねでその会社の制度を使ってもうねワークショップ受けまくるらしいんですよであのそういうのねあの倫理書とかあるらしいんですよね要は会社の体裁としては行く 払うから行ってもいいその代わりに学んだものをシェアしてくれと何かを掴んで帰ってきてくれでそれを学んだものをシェアしてあのみんなのために使ってくれっていう状態なんですよねだからほとんどのインストラクターさんは結構面倒いじゃないですか行くのわざわざ東京まで行ってで凛義書ですよ凛義書も要は行きます 行ってきますを書けば報告すればいいだけじゃなくてなんで行きますとかちゃんと作文みたいにして書かなきゃいけないのが倫理書じゃないですかそれをちゃんとやって毎回センスあのその会社の社長さんなのかなに出してそれでもうワークショップを受けまくるっていう状態が始まるんですねだから自分は全然ラッキーぐらいの感じなんですよその地獄を経験してるから。 ね、他の普通のそれが当たり前のインストラクターさんからしたらそれはもうただの一つの面倒くさい面倒くさいかもしくはただの会社の一制度かもしれないでもその地獄を経験してる和田さんからするとラッキーな状態なんですよだから倫理書を書きまくってワークショップ出まくるっていうもう普通はから見たらめちゃくちゃ意識高い系のインストラクターでも本人は全くそんな気持ちはないただただラッキー 会社が払ってくれんだ金やったぜいい会社やんみたいな感じでやってるただだし行くめきめき上達するだって会社が払うからいっぱい受けれる受け放題倫理書だけ書けばいいっていうのでで受けたものはみんなにシェアする競うとかね自分のものだけにしようとかいう気持ちはないみんなにいいものはシェアする。 本心からシェアするもうそれをねただただ繰り返すっていう状態をやっていくんですよだからねもうねそれがねもう努力といえば全然努力なんですよでもね本人はね努力なんかしたことがないって言うんですよ私は努力をしたことがない努力家じゃないサボり屋だと気づいてないだけなんですよ気づいてないだけだと思いたいしそういうことにしたい けど、まあ努力はしてるんですよ。で、じゃあ、どその状態で20代後半からあの30代を過ごします。はい。で、その間にアファとの出会いがあるんですね。ズンバの あのゼスになる前にアファのマスタートレーナーになってるんですよそのアファのマスターのトレーナーになり方も普通ですなんか会社がまた新しいね取引先なのか企業さん相手にフィットネスを提供することになるからなんかちゃんと資格取ってこいアファ取ってこいはいわかりました取ってきましたで取ったらその後になんかアファのマスあのー、マスタートレーナーのオーディションが あるららしいか出てみないってなんか推薦されましたよくわからないけどやってみます受かりましたなりましたそこから養成コースとかも始めてアファのマスタートレーナーとして大活躍し始めますただそれだけただそれだけなりたいとかそういうのないんですよそれでめきめきと知らないうちに上達していって30代20代後半から30代を過ごしますで40代ぐらいについにズンバイに出会うついにルーンバイに出会ったやっとズンバ来たズンバイに出会ったんですけど普通なんですよ 普通にズンバに出会うなんか聞いてたらしいんですよね「ズンバっつうものがあると」とでそのズンバの創始者のベトさんっていうのはすげえとベトさんはなんか上着を脱ぐとなんかよく上着を脱ぐ創始者だということを噂では聞いててアメリカとかにも行くんだけどい行ってみるんだけど、あのー、なぜかなんかズンバのクラスをやるときはなんか違うところにいちゃってズンバをみそびれて日本に帰国するっていう何のためにアメリカに行ったんやねんって 何のためにアメリカに行ったんだ来い見て帰って来いせめて何だったんだアメリカ何十万なんだってだなんですけど、まあ、そういう和田、ま、のさんらしいじゃねえかそういう感じなんですよ、僕からすると。それで帰ってきて、結局初めてのズンバを経験するのは、はい、日本で最初にやったあのジャニーさんのズンバです。 でね最初、ズンバや,、ね、やられた時どうでしたみんなはね、雷ズドン人生がバーン変わりましたズーズンバーラブサイコー全然違う和田野さん、全然違う僕です、僕はどうでした最初、のズンバー。こっから来ると思ったら僕は、ね、来るぞドーン来た来たどうでしたズンバー。はい。 はいってなんだどうでしたかの返答ははいじゃないんだハウ、ハウの返答はイエスじゃないんだハウとどうし、どうでしたかの返答はね、いや、はい、楽しかったですとかなんだ間違い見たことある 僕もスタッフと一緒にねアメリカとか行ってアメリカのね向こうの人はあの「今日はどうでしたか?」って聞いてんのに「イエス!」って答えてなんかね会話がなんかよくつながってない状態の時あるそれじゃねえんだ「ズンバどうでしたか?」の返事は「はい」じゃないんだあ,あそうでしたか「はい」で「あ,あどんな感じでしたか?」ってああの「やけにお尻を振るな」っていうつな <laughs> がったかそこでそこで自分の特性の お,おけつちゃんだったっけな忘れちゃったけどおけつちゃんがつながったついにつながった結構きついその程度の感想でございますまあ楽しかったんだよ多分でも楽しかったんだよなんとなくでも正直魂が動いたとかそういうのはないんだよ和田野さんにとってズンバですら和田野さんには何もできないんだよこの世の中にあるものは和田野さんの感性を変えることはできないんですよ でもそのままゼスになっていくんですよなぜか。ゼスになりたいって気持ちがなかったわけじゃないと思う。でも他の,あのインストラクターになった時と一緒だと思う。何か新しいものがあってそれのチャンスがあったからやってみるやってみたらそれになったもうねゼスになりたいっていう人からしたらごめんなさいちょっと不平等ゲームかもしれない和田野さんにことを和田野さんにおいてはでもそれがそうなんだよそれがブレないのが和田野さんなんだよ。 だからね和田野さんはズンバを多分ですがエアロビクスの一派生版としてしか捉えてないと思うんですよそんなこと言ったらねみんなからもう本当に怒られると思うんですけどしかもそんなこと和田野さんは一言も言ってないんですよ一言も言ってないんですけど感覚としてはそんな感じもするするとね絶非になりしかも大活躍をしてみんなから信頼されるプレゼンターになっているという状態があれば十分じゃないですか本当にそうなんだもん でね、なんかなかったんですかと困難にぶち当たったこととかなんか逆境とかつらかったこととかそういうのありま,せんありましたかうーん終わったどっちあったのなかったのどっちわからずじまいぶれないんだよ絶対ぶれないんだよでもね和田野さんってね本当にすごいんですよ そんな感じの和田野さんだからこそ和田野さんのズンバとか見るとね本当にパワフルで性格無比なんですよすごいんですよ和田野さんのズンバいい意味でズンバズンバしてないんですよねジェフ西です西ジェフいいですありさです ジョセフアユです・みたいな感じのああいういわゆるズンバーみたいな感じではないんですよいい意味であのねザ日本人ズンバなんですよ正しいズンバを本当に正しいズンバをやってくれてるんですよしかもやってみてみるともう超パワフルに動いてるあの感じほんとすごいんですよアライメントとかもとにかく正確なんですよでそれはね あの海外の人もよく言うんですよ海外の人も聞くと日本のズンバの人たちって本当に正しいズンバをやってるからあのカンファレンスとかヤバいんですよね日本のカンファレンスとか海外の人たちからするとそのカンファレンスに参加してくださってる方たちのその連動っぷりや本当シンクロしててすごいって言ってそこにいつも感動してくれてるんですよそれの代表例があの日本のゼスの方たちでありその中でも和田野さん。本当にね あのー、参考になるというか正しいズンバをしたかったら見たかったら和田野さんっていう感じなんですよねで和田野さんはずね他の人はズンバは気持ちで踊るとか、ね、気持ちがやっぱり大事なんだとかねそういうねあのことがあるのがズンバだと思うんですけど和田野さんは違ううーんいやズンバは動きで捉えてますと動きか気持ちじゃなかったんだブレないジャパンジャパンゼス それが和田のひろみさんでございますもうねズズンバが何だろうかズンババがだだろろううかか関係ないんですよ一番大事にしてることはね安全にやってほしいことなんですよ和田のさんがクラスとかどんなことであろうとね一番気にしてるのはとにかくクラスの人たちに安全に動いてほしい安全にクラスを受けてもらってそれでとにかく少しでも長く続けてほしい だってこれってフィットネスだから健康にいいことだからとにかくみんなに楽しく長く安全にやってほしいそれしか考えてないんですよ和田野さんはでもそれが本質じゃないですかそれは絶対にすっ飛ばせないことじゃないですか何をやろうともそれを忠実に実行してるのが和田野さんなんですよだからねもう努力をしないとかそもそもねごめんなさいいろんな意味で初めて尽くしでした和田野さん僕の中で 自分がやることを当たり前なことをただやっているだけ林理書もそう普通めんどくさいとかね思ったりいやしてやんない人がいるから傍から見たらそれは努力だけど和田野さんにとってはそれは努力ではないただ当たり前のことをやってるだけクラスとかのね準備もそう お客さんの相手ももそそうう接し方もそう全部和田野さんの中では当たり前のことだからやってることだから私努力なんてしないんです普通にただただ生きてるだけなんですなんですけど違う他の人から見たらそれは紛れもない努力だしあの絶対にすっ飛ばしちゃいけないところをちゃんとやってるのが和田野さんなんですよ。でそれがねピーンとつながったのが和田野さん好きな言葉は何ですかと。 最後に教えてくださいとったら「履物を揃える」急に来た京都っぽいの急に来たジャパン来た素晴らしいつながったんですよねなんかいや履物を揃えるってねやっぱりこう靴とかですよ靴を揃える脱ぐときにそうすると心が整うそして全てが整う やっぱりね和田野さんゼスとかフィットネスインストラクターとかアファのマスタートレーナーとかそういうので成功されて多くの方々から人望があるのにはやっぱり理由があったなって思いました。見てくれとかじゃないんですよ表面上のことじゃないんですかったんですよねやっぱり。 家と誰も見れてないところで履き物を揃える、ね、いくらねすごいこうなんか偉そうにこう偉そうにというかねこう派手にやってる人とかでも靴を脱いだ時にねそれが乱れてたらああそういう感じなんだなっていうちょっと残念なね感じになるそういう感性の持ち主なんですよ。 そういう繊細な感性を持たれてるのが和田のさんなんですよだからお客さんにも寄り添えるんですよだからお客さんの感覚がわかるんですよ気持ちがわかるんですよだから本当に寄り添っていいクラスを本質的にいいクラスを提供できるんですよそれがね最後に聞けてああ和田のさんらしいなそうなんだなっていう風に思って私の中での和田のさんはやっぱりすごい人なんだなというところであのオフに落ちてストーリーを あの完結することができましたいやー和田野さん本当にありがとうございます前半ねほんと失礼な,なんかねやり方をしちゃってほんと申し訳なかったと思います前半だけであのこれをストップしてしまった人は本当に申し訳ございませんただやっぱり和田野さんはねすごい人なんですよそれをすごぶらないあのすごぶらないのが本当にすごい普通にやってるように見せるのが しかもそれを、ね、努力ってかっこ悪いから隠すとかそういう感じじゃないんですよ。っていうところがもう自然体でやってるところが和田野さんなんですねだからこそその自然,自然体を感じ取ったお客さんが和田野さんのことを好きになって和田野さんと末永くお付き合いをしているという状態なのがもうこの方の一番の恐ろしいところでございました。和田野さん本当に長く長くく これからもよろしくお願いします。本当にね、あのー、なんだろうな、そこまで自然体で僕いけるか分かんないんですけれども、すっごい参考になりました。最初のね、スマップやら AKB とかじゃないですけれども、本当に和田野さんのような方がいてくださるからこそ、このズンバに、ジャパンズンバに厚みが増したり、あのー、するのが間違いないと思うんで、ぜひこれからもずっと一緒に、あのー、人々を幸せにしていきましょう。本当にいつもありがとうございます。 ということで皆さん今回和田野さんバージョンでございました、えー、少しでも何か皆様のあれになればいいと思いますし和田野さんをもし知らないとかいう方がいらっしゃいましたらこれで少しでも和田野さんの触れるきっかけになっていただけたら幸いかなと思っておりますということで、えー、これからも一緒でズンバでフィットネスで人々を幸せにしていきましょう あの、いつも皆さん、本当にありがとうございます。あの、これからも私たちも全力で、自然体で、ズンバで、皆さんを幸せにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。こんなものでも皆さんいつも聞いてくれて、本当にありがとうございます。それでは、失礼いたします。